レトロ、どうした？何も、そっちは？ここでいいとこに会えないかと思って。デッドセックの役に立ちそうな情報があってね。よし、聞かせてくれ。彼は何年もアンティスーから葉っぱを買ってた。奴らと親しくなってな。商品を移送するブラトアとの取引について耳に挟んだらしい。デッドセックの仕事じゃないな。今回はドラッグじゃないらしい。人間を運ぶ気だ。それなら話は違う。どこなんだ？連中がたむろってる場所を教えよう。誰かが知ってるはずだ。不用品交換会と行くか。スーとブラトワで2つの殺人グループを同時に怒らせるのか。みんなビジランテを愛してるだろ。実際のとこ世論は割れてるよ。デッドセックのターゲット層は違う。悪党にトラブルを起こせばフォロワーが増える。簡単な計算だ。理にかなってる。とりあえずスーボーイズのところへ行ってみる。彼らの取引は決裂したようだ。デッドエンド？いや、まだだ。このままじゃむずがよくてしょうがない。書きすぎて死ぬのはやめてよね。遅かった。誰もいない。何もなかったのかも。何かあったことは確かだな。どう見ても犯罪現場だ。調べてみる。うわ、どうなってんだ。マジかよ、おい。え？エイデン・ピアスだ。ねえ、何の話？スーとブラトワの死体の山を見つけた。エイデン・ピアスがやったんだ、ついさっき。シカゴのビジランテ？彼だって罠なんだ。助けないと。
だもんね。ピアースがやばい。ピンチだ。いいから早く助けなさいよ。逃げるぞ。さっきエイデン・ピアースとタッグを組んだ。冗談でしょ。冗談じゃない。確かに本人だった。フォックスだ。写真は撮った。まさか。彼に狙われるのはごめんだ。マフィアやストリートギャングを倒して人身売買組織を一人で壊滅させた男だぞ。けどタッグを組んだんでしょ。俺がいなかったら死んでた。へえ。本当だっての。俺が救ったんだ。